校内科 MC 高校は週3番発祥節3番 OK レディーファイイエーわしゅうさんば意外と可愛いな結構可愛くなったんだなそれでも今日の格好はなんだそれじゃあ俺は納得できねえチャイナスク着てこいやボケお前のチャイナでやっちゃいなっつうギャグを中学校の時に編み出したくだらねえそれでもお前とやるのはちょうどくだらねえ具合がちょうどいいと思ってますその辺どうしたチャイナばっかじゃ飽きちゃうなぁなんてちょっとダジャレっぽいこと言ってみたけど大家さん相手じゃダメだそうなんかお父さんみたいなことばっかそうスカートがどうも服がどうも文献どうもとかこの後言うんでしょめっちゃわかるそう今日もメンズなんか親戚の集いみたいじゃないよー久々に会ったおじさんみたい可愛くなったねとかどうせ結婚の話とかもするんでしょいやまあ結婚の話はしねえよまだ若いからな彼氏できたのかお前ちゃんと女になることができたのかその前に娘の話したよなお前俺に娘の話をするのお前めっちゃ弱くなるぞ俺その辺まあ俺がもしも仮に家庭しようこれが娘だとしたら俺はもう涙流してるよお前娘にラップなんか絶対させたくねえよお前息子だったらいいけど娘だったらお前の家宝とかさせるお茶のやつとかよー人生クロールするような不良娘よーお父さん虫のつかない作物になりましたよーそうすなわち男はいない悪い虫が全くつかないそうちゃんとしたそういうこと誰も分かってないよーそういうコンビ聞かせてもしょうがないまあそうだな娘の話に弱いこれは全国のパパに共通することだからよーじゃあ呼ばせてくださいお父さんいやお前ニヤニヤしちゃうよそれはそうだお前さっきのなんかみんなに虫がつかないとか言ってたらお前は確かに虫はつかないけどいい塩梅で色はついてるでも匂いがつかなきゃダメつまり虫がつかないつまり無臭だこのフリースタイル大丈夫だ小林製薬就職しとけや昔の言ったこのネタ思い出したらまだ止まらないでもわっしょい3番大丈夫だよもう潰して頑張ってくれ見た目も可愛いしでもやっぱりチャイナでやっちゃいなチャイナでやりたいななんてことを言ってあげるそうお父さんの親父ギャグに付き合ってあげる娘ですでもそんな娘もいつか旅立つからその日までいやお父さん娘を僕にくださいそんな気持ちになるよ嫌じゃないそう旅立つ時が来るからしょうがないけどまあそういうことになりたいシェア深みがあるですね。はい、行きたいと思います。先攻、内科 MC。高校、わしゅうさんば。そうじゃない、内科 MC。